さあ、行きましょう。布原と聖天が3回戦登場。あれはクレさんと、布原は炎を持っている。昇竜拳を裏出して、僕が5番から行くのはあり。大会からのこれ派生。下がりで受け身は変われない。しっかり大人で。キワルーブ、天天天と、キワからの下段中段通していく。キワルーブが行く。掛け声のタイミングが全く合っていない。ヒットスのアーサーはピヨル。見ている、しっかりと当てて空中のイエッツソウル。空中に対してのイエッツソウル。気の上に方面 A から変わって下段のシャーリー当てただけ。シールドカウンターから1入れ替えたかったが少し動かしたところ、息上がったの画面発電機を2リザイルのことでいいところ。ミサイル弾発、これはちょっと出しが出なかった。岩を巻いて立ち回りを保持していく。立ち切ったのかな、非常に前。岩ループ、やっぱり掛け声は合わない。ため岩は中断として、置き攻めが一生ループするこの経験だが、この一つのループから解放と EX 勝利でとりあえず逃げる。いろいろやって下段を通して岩を張って、これをジャンプで固まっていなかった。の区間で強気に立ち上がる。案外何をしてもかけ、裏だが裏だった。シールドカウンター出ない。ラウンド3、お互い置き攻めって感じですね。2本目でござんすが、うまくね、欲しいのかない案外裏の差はちょっと見ながら、どんどんどんからの稼ぎ、下がりの上がり、アジタイから指示を受けて、中段に対して爆発してゲージャーマックスどうする。ブラッドキーとブラッドキーたちが5キロ上がるんで、やった方がいいですね。いく、危ない、これは危ない。メディアルに行って空中を残した。先ほどと同じ展開、有利取っていけなかったのはあり。八分というところだと。この頃はうまい酒がなくてな。はい、上がります。自慢の一品があるなら教えてくれ。くれと振るだけ。てっちゃんらしいですよ。あ、いや、あのヒートはね、あのあーなんだ、ハーフのヒートはマックス扱いっぽいんだよね。よー、今さら聞けないメルブラ知識。もらったヒートは攻撃力がある。いきましょう、関西軍出てくる鉄の歩く。この鉄対アリス・トーマという図式だが、鉄クレセント騎士もやったことたぶんないでしょう。よくわからんだろうが、触ってのアリ・コマンからエリアル行って、クルセン、何を選択、 A から行く、タッチ、タッチで切って、これは入れっぱを枯れる。タッチ A から鉄飛んでしまうと非常に美味しい。ドン、ドンから押しましょう。はい、グッティール、下下へ上半身もできたので、あれは非常にいい。タッチがしっかりと上が見えている。行くぞ、入れっぱ、ゆうさん勝利。よく強すぎる、騒がしいから、ご飯が通る、デンデン、ゲージマックス。これはまず入れっぱ、フラテイト切り返して、騒がしいタイプ。マジか、たまたまや。ラウンド2歩目、ファイル。ゲージなくしたもののラウンドゲット、最初の点は 150% という形。ふさわしい使っても最初怖いですね。これは立ち抜いて、しかしやはりなかなか難しい。投げで締めて、投げて、ハードを重ねて有利取っていく。遅い、立ち抜けていく。バックジャンプ C からコンパーミスが、立ち A から派生 A、 C ハード、 C ハード、爪爪爪からカモネに行く。この辺りのテクニックもバッチリ。ゲージマックス、この間に倒せれば非常にいいかなというところ。よく見た、テーダに反応しっかり崩れた。乗り返して1-1。
チェッ。最初なの立ち見かな。これは上を見ながらの立ち見ですか。下から立ち見、足が見えている。しっかりと3秒に1段に下段をいじめていく。クーダイこのカウンターから前に出回り、カールストから今度はしっかりとガード三振当てたので、下段が取るね。画面端ゲット。これは暴れる。6C からシャマシオ、ね、表からの案外 C が使えば地上的に足がっぽい立てた。判定から受け身は取らない。バグっては噛み合わない。これは残さない。勝ったのはアリ。落ちたものだ。ヌーミー、無茶苦茶な女だ。いずこかの化物だろうが、この国の土。見逃してラウンド1行きましょう。有木姉妹に対して赤星の方が登場。石川さんとき、ダイヤ的には大きい有利だが、ジャンプのカウンターから美味しく拾うのはあり、初手本はありから、今回は飛んでツイストで頑張り、しっかりと中段下げて 0.0 からのハンディドン歩いて、中段立っていたっぽいが食らっている。リアルクーニーから最速シャマシーさっきの深く以前足サルコンから受け身が取れていない。立ち A 取って、まずはアリ中段サイズのソニーを取った。もう立ち A 取ったっぽい。レフから A から C、 はい C、 なんか何かしないだけ A ランスなのに、今は本当になく A ランスなのに、ヤンクかなり妥協しているっぽいが、置き攻めを通せばいいというような感じでしょうか。あ、おお、しっかり上が入った。かけて何もなくて、ジャンシー受けたくない。アリーダウンショーに行く。垂直のジャンプいいですね。しっかり置いている。しっかり飛び起こる。エリアルクーナーが送らせ、これは飛んでクーナーがよく見た。 C から B、 B が A アッパーで A アッパーで仕掛けて、ランナーが最高で体力これ大体5分というところ後ろから立っている。着地で C から補正を切ってつながらない。息がしないか、受け身を取らないとこうなる。シードから赤い。これはマックスでやってしまって状況5分 C 埋めて中央の立ち回り1で変えて、こう球入れっぱもられて以上で締めて、解放バレていたが音がめなし。とりあえずゲージ回復させたい赤星。投げてバレバレだったが、お気に入りは裏のしゃがみに通して勝ったのはアリ。ヌーミン海添はいるか。ユウさん、ユウさん、無作法でよければ再度してやるが、え、あと何人ぐらい。とりあえずユウさんが18人目。行きましょう。関西でバチバチに変わってますね。出てくるのはユノション。予測済みです。この手で止めたいですね。つぶれなさい。今回はしっかりと飛んでいる。立ち回りどういうアプローチをしましょうか。やはりアリダンスがかなり好きっぽいが、これはしっかり取れる。プレッシュは多分本当に少ないので、お
締め目の立場は全くわからないでしょう。勝利めっちゃ減った。 C 回目ナイフマジですか。まずいよー。欲望の C 対空まずはゆう最後ね、オキシーがすごいコンパクトな技出したな。バッシュが当たらない。 C からの中断は直は通っていたから繋がらない。 B 進化が漏れてしまうが C の光に出したってから聞いたぜ。で、いろいろしてなくて、先ほどまで画面待ちで C が溜まってて、お上がりが遅いのが、こう、まあ、C からシールド使って何もなく、ジャンミーから触り出しゆう。飛ばす。ジャンミーから触っていく。6C しか何もなくて、6C が何かわからないから、バクして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 。ジャンピングわかんないわ。入れ込み中段からこれもしかして取り切るな。ようやく止めたかったのはユウ。エイプライトはあなたの思考を読む、行動を縛り上げる。勇ましい。ダメージを与え。連合軍、遠くがね、ベスト8。あ、青い光の塔。遠くがね、ベスト8。めっちゃ強そうです。勝利をもうフラットでやっぱりしてるから。楽しくなってきたぞ。これをゆっくりと投げて、揺れなさい。リレーの盾、食べるな。ほら、スペアをして。投げ締めから、クレ姫に差が分かるのかゆう。裏側の楽しみ、しっかり回る。サガリーから混ぜからの下がって、どんどんどん右からバレー、BC から空投げが使って、風が発動するとちょっと面倒くさい。一発射撃、レンジ長すぎワルバ下がれた。しかもじっこりきれない。これは暴れていた。まずは青いダウンロード2ファイト。まあ何か何から投げからどうやって投げして、ドローンになって立ち入れたらハイカウンターを一時収集。うわー、地上おおあれだ。地上の高速ない90くらいから高速に入るぞ。フラッグセルシオカレーのまで勝ったのは多い。アンソン、何もう終わりか。我慢の効かぬ犬よ、ユンビ。悪くない。五体を持って戯れる不自由さも。今日直接対決ありました？あった？ベスト8の1戦目かなんかやったっけ。その時お前どうやった？勝った？おー勝った。ひざまずくまで。じゃあ行きましょう。関西で出てきました。ゴーツガーゼ重症ジャンボの登場。ノライルはハードになっている。さて受けたい。対決はアンソンに参るぞ。こちらが踊りない。踊りない。昨日の説でゴーハーゼルか。参るぞ。踊りない。ジャンボよく見えたって捕まえたぞ。わからんか。シャガビーは下げて踊りない。風から風を前田君にしっかり空中に止まる。ここに切り返して風があるが、触り出しはアンソンを食らせない。体を受け身なりの B 周回立ち入りだ。巡回が昇竜を潰していく。チームロスカッティエク、これは結構減る。完全ゲット。楽しくなってきたぞ。これは一旦後ろに下がる。攻め込みスタート。ジャンプロック B から触っていく。青い地上風が当たってしまうとこうなってしまう。でんでんでんからのシャワーリーからの風エリアで風があるね。上り中段からの風発動が当たらない。俺の上り中段ってのはダメですよ。
風の風の風、その連携がわからないと嫌いが繰り返し、裏のさえが補正を切る。ロードナイトには2回補正が通りました。俺の補正ユニキング。これは受け身取らない。こんな力を入れて何が何もな垂直ジャンシーから。A が入るんだ、ダメージ上げてきているアンソン、さすがに合ってる。その A からバトル当たっていろいろやってくれないんだ。これでシャラビーから風、PC から受けるが良い。これは A か、俺の番組で俺は美味しいアンソン、スライドワーン。ラウンド3グラフルシュを解放して返して C が変わっていく単発、これは美味しい。 C が一瞬に出ないか、3ホールになっていろいろあって、ここはバンカー、どっちが表の立ってガードして B 瞬台折り返しガードして B 瞬台 A 瞬台はさすがに暴れる。これはアンソンちょっと気まずい。まだまだある、風が当たってなんもなし。接触サラビー、よく打った、安らか勝ったな。アンソンユーミン、アンソン関西勢と息が合っていない。あなたが時間もね、確かに遅いんでね、例えば7時42分、遠征の方は非常にお気をつけて、バスやら新幹線やら飛行機やら、お時間間違えないように行きましょう。てラウンド、よいしょ、あー、煉獄出てくるのは歌丸さんかな。歌丸さんですよね、ですよね、歌丸さんが把握して、煉獄が把握して、そんな歌丸さんですが、アフラーもほとんど多分全国で一人見ないようですよ。しっかり拾う A6 が結構減った、春来大会から A を食らってます。 6CX が C、 これはしっかりガードしゃがし当てて春来から A 春来カウンターすると非常に美味しい。拾って来シーンヘブンスは繋げれないが、俺の番2つあり3発ダウンの2、まずは世界バックリボゼにジャンピー、バンカー読み切ってやるね、さすが世界に。 6C バンカー大臣サガビーガード OC バンカー大臣、これが飛べない。春来 A1 2から有利取って、 6C 春来から C 決めて、 6C バンカー X 一生画面走る、足下とフルダンソン下段を通して今度はスラハードしている。ジャンケンをしっかりしていますね。遅らせガードしてバンカーから表の皿へ行って、 B 主体グラブクリのジャンピーから6C からビリビリフェイントの A が春来がしっかりガード、タバツこれはその一人でないが A6 からタバツが B 主体から折り返し取り切れないが BS トリック裏取って割れに行くが、リレーをかけたら8をこすっていた歌われ、ようやくワンコンボだが割れそう、ちょっと厳しい歌われ、しかし3発おいしくいただいて、ターン取られば割れる歌われ、もう前に出るしかない。 B から G
時間が怪しい。ジャンプ B 受け身は取れない。これは怪盗クラシ、受け身が取れなかった。勝つのはそう、飲み足りねえ、やり足りねえじゃねえか。ヌンビ、せっかくのポテンシャルが台無しだぜ。しこれはさすがに飲まない。
まだか。ファイト。押し込んで。おお、開門タッチ。どうせ飛ぶんだろうと言わんばかりのタッチ。手に鏡を張って、とりあえず反応がない。ならどこから今度一度鏡が当たるというような感じでしょうか。表のパーツビーが1つの力で7つに逃げて、ステージ調整も兼ねて、この後に1つになって、テーラーが出れない。フォアのテーラーが完璧早い。C か、春雷が出て、A から春雷、さあ C から、悪が迫る。春雷からの有利とって、これは強気に、あーっと鏡がまだ残っていた。持続時間の長さが裏切ってる。あれ、橋まだ残ってないですね。すげえな。そうかもしれない。ギリギリの外からジャーシーから鏡から鏡ループからめっちゃ減った。開幕でジャーシー指導とはこのヘリである。バンカーから瞬間飛んだ。取り切れないかな。ゲージマックス上の強気投げて鏡が当たらない。瞬間で前に出る。シールド対策なのかジャーシー。とりあえずここここでまだ、あ、そうか、どうしようとするのか。 B から、3、4、8、B から強気ダッシュ。これもターンの持ち味、あとまた。ニューミン。ベータさん、今宵の針はさあ行きましょう。連合軍はベータの登場ですね。ベータはコンボをする。バットチャブ台 AC から D からロンリーバットカードなんかいろいろあって、 AC から B 色があって裏がある。ロンリーバード C A からゆっくり行く。タッチ C からバッキャン、しかしシャラビーから暴れの切り返しのリターンが高い。シャラビー当てただけだが5400。ここは先ほど使って画面走れると、タッチ埋めていく、真ん中。コマ投げ、ドッカンから、B 色を置いて、アンバータップまで。さあ、何をしてるんだっけ。裏の下がえ、これはさすがに使っていけ。ハモネガードして、ここもガード。折り、取り切れないが、さあ、ドット。対するベータはまだ3割というところ。しかし、フルレンド効果な、何かもらえば死んでしまう。さあ時間を使ってくれた。しかしジャンシー通ってしまって、これ死ぬんじゃないか。ないからゴーゴー。まだ残る。減ったね。減ったね。減ったね。引き剥がしで取り切る。ラウンド非常に強力。まずはターン開幕。やはりこのダッシー、どうせ飛ぶんだろうと。てめえもあそこ同じだろうと。投げて当たりはしない。まだまだ。おーおー、あれ、ここにありそうだな。はい、鏡を置いて、ベータ、仕事を手柄の解放、とりあえずバッターの解放はある。鏡が2枚ある。こうなるとかなり気持ち悪くなるけど、ジャンピングシーンから突っ込んで、空投げ締めから何を選択ですか。もうね、はい、いろいろやって、ボーキャン投げからのエリアで。からのインキャン投げ。パーフェクト。ネタがわからないとつらい。ミンミン。シュサフルレン知ってんの。